県は酒類を提供する飲食店に休業を要請しますが、大崎市では休業をせず酒類の提供なしで営業を続ける選択をした飲食店もあります。大崎市で旬の食材を使った和食を提供するお店、これまでの時短要請にも応じ、今年6月からは県のコロナ対策認証店として営業してきました。今回緊急事態宣言を受け、休業はせず酒類の提供なしで夜8時まで営業することにしました。協力金だけではやはり従業員の給料も賄えないんですよね。だから少しでもやっぱり収入を得ないと苦しいので、でも協力はしたいので、とにかく頑張っていきたいとは思っております。こちらは石巻市の酒店です。市内60以上の飲食店に酒などを卸しています。去年の緊急事態宣言の時は卸の売り上げがおよそ9割も減少し、今回も影響を懸念しています。さらに在庫の賞味期限切れ、廃棄処分も心配です。この期間で、すぐにまた再開できれば、処分しなきゃないとか、出荷できない品物は今のところはないんですけども、もし仮に伸びてきた場合にロスというか廃棄しなきゃいけない商品がもしかしたら出てくるかもしれません。